皆さんこんばんは、エジョーホナカミでございます。久しぶりにボックスを弾いていきたいと思います。今回来ているのがセレクトツムの確率アップで、こちらブライドラプンツェルとオーロラ姫、そしてロマンスアリエル、この3つが、来ております。中でもこのブライドラプンツェルが限定ツムなので、これはちょっと今回取っていきたいと思います。前回確かブライドラプンツェルとしてオーロラ姫と白雪姫を取るのに、何だったかな、なんか変なことやったんですよね。一夫多妻制とか言いながらなんか引いたりとか、して撃沈をした記憶があります。そして結果アリエルで引けたんですけど、今回、この中にロマンスアリエル、このセレクトの中に入ってる系統のツムであまり引けたイメージがないので、今回、ツムセットしているのがこちら、はい、シンデレラ、同じプリンセス系の最新のツムシンデレラを、セットしております。そしてコインが55万コインと、あとはチケットが3枚あるので結構引けるんですけど、今月のピックアップガチャはちょっと何としても全部引きたい理由があるんです。なので今日はこのチケット3枚とコイン15万ぐらい使っちゃおうかな。なので8回、全部で8回今日は引いていきたいと思います。8回の中でブライドラプンツェル1個だけでもいいので今日は取っていきたいと思います。ちょっと口が回ってないな。いきます。1回目お願いします。ブライドラプンツェルお願いします。前回結構苦戦したんだよな、これ。いきます、ゴー。さあ1本目、これがね、この1本目でなんとなくね、わかるな。ゴー、せーの、ゴー。おー、あー、あら、これなんか出ないパターン臭いな。いってみようか、2回目いきます。ゴー。いやー、前回もベルが一発目に来て出なかったんだよな。ゴー、せーの、ゴー。おー、お前じゃない。結構出てるな、オーロラ姫結構出てんな。なるほどだね。なんか寝起きで頑張って撮ったな。さあ3回目。いやー、ラプンツェルなかなか出ないかな。せーの、ゴー。あー、よしよし。さああと5回。いや、来るかな、どうかな。さあ行きます。前回も結構引いたんだけど1個しか出てないもんね。さあ来い、行きます。ゴー、せーの、ゴー。あー、やばい、オラフいつの間にかスキル5。さあ6回目、お願いします。いやー、ちょっと待って、いきます、お願いします。ゴー。さあ来い、ゴー、せーの、ゴー。あー、確率アップ中の。いやー、ラプンツェルだけ来ない。いやー、あと3回いける？あと3回いける？よし、行きます。ゴー。行きます。お願いします。これもラプンツェル出れば、3周制覇だね。ゴー。せーの、ゴー。あー、オラフ。あと2回。いやー。来い。お願いします。ラプンツェル、ゴー。お願いします。ラプンツェル、来い。せーの、ラプンツェル。まずい。ラス1。いやー。
ラスイッチお願いします。一気に行く。電波悪い。来い来い、ゴー。出ない、出ない、出ない。いやー、そっか。結果出たのが、結果出たのがオーロラ姫とロマンスアリエル。いやー、ラプンツェル出ず。いやー、ラプンツェル出ず。やっぱ敷居が高いね。敷居が高い。いやー、でもコインはあるけど、いや、でも今回ちょっとピックアップはちょっと狙ってるものがあります。なので、そこのために今回ちょっと涙を飲んで、撤退と、したいと思います。また次回、ピックアップで挽回したいと思います。また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。あれ？パソコンでご覧の方は、右の YouTube ボタンからクリック。スマートフォン、タブレットの方は、下の説明欄からよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。